これもあれになったんだな。もうしてほしい。後ろ席。はい。いらっしゃい。いらっしゃいませ。平文字。あんたら挨拶ねえの。あんたらいつもさ、こうやってやったのに挨拶ねえの。ちょっと挨拶やろうぜ。何を何を。最初行くぞ、俺から。はい、いらっしゃい。平文字。りょうちんです。はい。いいです。よし。やだよ。やだんだ。やだねえだろ、別に。そのまま流してよ。今日さ、お、流され。これさ、お、ヒゲラアリキンとこにあった、このエビせんべい。エビオーマン。お、エビオーマン。このね、お前のとこの店に見てひらめいたんだ。おこれって言うとさ、名古屋の B 級グルメ。なんだ知っとるだろう。知っとるって。何 B 級グルメ。玉せんだが。玉せん。うん。それ、B 級グルメの。お祭りには欠かせないよ。これスーパーでさ、このエビせんが売っとって、名古屋の B 級グルメって書いてあったの。やりてえなと思ったら、兄貴のところ不調だったじゃん。大きいじゃん。大きいからこういっぱいできるじゃん。やるかと思う。今日そういう動画。やってくでね、みんなでね。みんなも食べてると思うよ、これ。久々にうまそうだ。だからこれ、どこで買えるんだろう。ちなみに、最初に言ったことみんな忘れちゃうから。マルカン商店で売っております。ああ、じゃあみんなで。380円です。よろしくお願いします。安いな。これ動画を見てみんなで帰ってきてね。とりあえずやってくよ。はい。どういう動画だ、これ。今からね、玉せんを作るんだけど、今日ね、冷蔵庫の牡蠣があったんで、牡蠣も入れろってことでな、兄貴。なんかね、牡蠣苦手です。違う違う、でもね、りょうくんがめちゃめちゃいいレシピがあるんだって。幻のレシピだぞ。ほんとね、ほんと、さっきなんか汚い字で書いてあったの。幻のレシピ。牡蠣フライしか食えない。いや大丈夫だ、幻だから。じゃあやってくれ。はい、お願いします。ニンニク一片ですね。ニンニク一片なんだ。大体粗みじんと、ボウルにちょっと入れて、オリーブオイル。オリーブオイル、はい。オリーブオイルがね、大体大さじ2杯ぐらいですかね。これですか。はい。大さじ2。はい。あとオイスターソース。オイスターソース。さっき置いた。そうですね。大事ですね。それ。あそこ入れちゃうんだ全部。はい。一回ちょっと味。紙入らないしね、紙。あ、塩コショウもいるかな。塩コショウもいる？これやるわ。どれいる？大体。パッパで。大体。パッパ。もうな、もういい。もうちょい。もうこれだね。コショウは。はい、そうやって。これで。はい。はい。あとちょっと混ぜて。混ぜて。混ぜて、ちょっと馴染ませます。馴染ませます。馴染ませます。馴染ます。はい。いくぜ。はい。ちょっとね、気になるの何ぐらいの。いや、ただ普通にやるだけですよ。バターいっちゃうの。バター最後のね、ちょっと。これ、しっかりね、焼いて、なんか。匂いはうまそう。匂いはうまそう。ニンニク効いとるよね。そうだな、ニンニクが入ると大体うまいからな。大体うまい。なんかえらい焦げとるねえのか。いや、結構焦がしいですよ。美味しいの。はい。もうちょっとこんな感じですね。ああ、うまそうな匂い。なかなか完成。白髪にかやるんだ。もうそのまま食いてんの。このまま食うんですよ、本当は。これでとりあえず完成。具はね、具は完成。よし、じゃあ今の本題やってくぜ。はいよ。本題のこちら。お、これね、エビせんべい大判、マルカン商店、350円です。そうです。よろしく。はい、ということで、宣伝めっちゃ入れてくれ。宣伝もっこりすぎだぞ、お前。え、でも玉せんは純粋に俺好きだよね。好きだな。そこ、どうなっとるかっていうと、これ4枚入りだ。安いな。はい。1枚636。おじさんの顔より大きいから。俺の顔より大きいよ。おじさんの顔より大きいです。俺の顔ちっちゃい。おじさん顔結構大きいけど、おじさんより大きいから。ちょっと俺の顔大きいで失礼だ。失礼だ。そっか。失礼だろ、お前。俺の顔ちっちゃいよ。結構。な。よし。それできたろ。おう。俺の顔大きい。隠れた。大きい大きい大きい。隠れた。2つに切るよ。いいよ。切れるのかな。ああ、そうだね、いいね、いいね、いいね。いいかもいい。まずね、切り取り線を入れます。あれ、半分違う、じゃ切り取り線入れたんだけど、こっから。いいじゃん、別にこういう風にくっつければいいかな。これは、りょうくんだな。どういうことだ、切り取り線。ちょっと待ってくださいよ。切り込み線が弱いんだって。行くぞ、もう一回。よし、行け。切り込み線が弱いんだな。まあやったことねえけどな。俺やったことねえって思う。行くぞ、兄貴。これがところ。ちょっと待てよ、いいところ。近くでやる。そうそうそう。これこれみんなね、みんなこうやってやってね。そうそう、始まっちゃいかんよ。これね、最初ね、わざとああやってやると失敗するよっていう失敗だよね。失敗で作っといたの。本当に俺がやるね、やるね。まあまあ失敗するわけねえじゃん。なんかスイカバリにでけえな。これでもさ、これいいよね、みんなさ、家族でさ、楽しめるじゃん。楽しめる、楽しめる。これな、こうやってまあ成功するかわからんけどね、やって。よし、やってこう。よし、俺から行ってもいいから。トップバッター、トップバッター。いけいけ。まず、油引くぜ。いけ。油を引きます。
卵、ね、卵1個だよね、みんな卵1個でいいと思う。いや、もう好きな数言ってくれていいっすよ、まあ、好きな数言ってください。やりたいだけ。でもさ、はみ出るじゃん。はみ出るほどうまいもんないっしょ。違う違う違う、そんなことあるの。綺麗さにこだわる男だから。うんね、で、綺麗さにこだわるって食ったことないんでしょ、タモセン。ないない。とりあえず、こう来るが、うん、こういうか、ピッとあるんだ。そう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 、あっただろ、あっただろ、あっただろ。やらんでほしかった、それ。こういうの、じゃこうやってそれやらんでほしかった。どうすんだろう。それやらんでほしかった。それ知っとるからな。やらんでほしかった。やっちゃった予習してきたな、これ絶対また。じゃあ予習して、これ調べても出んの。得意の、得意のネットだな。違う違う、これ調べても出んよ、タモセンって調べたんだけど、出んの。出るわ。出んよ。どんだけタマセンバカにすんだ。それでも名古屋の人間か。じゃあで、これで動くの、兄貴。これほっ、おおおおおおおフライパンがちっちゃいからちょっとな、失敗だ。でもこれでいいじゃん。これここでまやめちゃう。半熟、うん、半熟にして、うん、半熟からの、うん、これで乗っける、乗っけます。よし、チーズ。とろけねえし。でいいんだ、俺チーズやる。これいろいろやってさ、やっぱりみんながさ、誰が一番うまいかなって思うじゃん。こう食うでしょ、うん、ここに俺はキムチのこと。ちょちょちょ、そればっかも最近。最近そればっかだな。これだな、これちょ入れるだろう、うん、こうな。ネギもちょっとトッピングの欲しいから入れちゃう。でけえな、おい。でかくね。じゃあ多いっすよ。2個か、うん、この普通のネギもじゃあ相手に入れるか。どういう味になるか分からんだろ、これ本当に。マヨネーズ合いますわ。だけど、キムチが入ってるから俺のやつ。だってキムチマヨネーズ合うじゃん。合うキムマヨネーズ。じゃソース入れたら合うか。合うよ。いや、やってみるか。てことで、最後、醤油。全部入れるんだが。マジですか。俺これでいく。俺これチーよ。醤油、うん、これとりあえず俺のね、うん、これを折るの。俺折っちゃダメなんだよ。まあ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 、ちちちちサンド、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 サンで、で、銀紙、銀紙、銀紙でほら、ちょっと後ろだけ。なんのこれ。うん、そのシーンと落ちるか、具が。銀紙なんだ。分からんけどね。これちょっと、これで俺、スタンバイとか、みんなで一緒に食べたいから、うん、これちょっとこれ冷めちゃうけど、うん、俺のはこれで勝負、うん、お祭り気分になってきた。お祭り、お祭り。なんか落ちそうだよ、うまそうだよ。これ出来上がり、出来上がりね。出来上がり、はい、よし。これとりあえずこれでいい。これ油こんぐらい。あ、そうだぐらい。こっちがりょうくん、こっちが兄貴。はい、じゃあ料理スタート。いけるの？いける。いける？いけるよ。よし、スタートよ。今強火、これ今買って一番最高。最高の卵買ってたんだよ。俺、卵二つ。お前切ったねー。お前切ったねーよ。俺も、俺も、俺も、俺も。むずい、むずい。むずいじゃねえじゃん、お前。もう潰していいかな。もう潰していいかな。早いと思うよ、俺。もう潰していいかな。家が斜めで卵が流れてくるんだな。違う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 。つれ。いや、潰し、お前どういう、どういうやり方を。まあ、いいっすよ。ええの、それ。大丈夫です、大丈夫。俺はね、ひっくり返さない。はぁ、ひっくり返さない。ひっくり返せんね、むしろ。何、オムレツ、オムレツ、オムレツとなんだ。いや、違う。こんな感じで、ちょっと、なんか。やべ、ひっくり返して。2個はちょっと、やりにくいっすね。半分にしよう。あー、いいね。オムレツにしちゃうんだ。そうそうそう。おー、よし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。よしよしよし。お前ら卵多いからもそうだな、俺ら。ちょっと、俺じゃあ、あ、マヨネーズ、あ、あ、つくんだ。そうそう、そうか。マヨネーズと、シャラいね、はいはいはい。本当、シャラいな。ソースと、ソースと、はい。醤油は、醤油。じゃあ、じゃあ醤油で。醤油はいいね、ケチャップ。ケチャップ入れるんだ。この3つ。あ、大体あれだな、子供が好きなやつだ。子供が好きなやつ。どういう、ちょっと俺このソースだ。おお、なんかさ、何、まずそうだな、あんたのやつこれ。これね、牡蠣はいきません。バカはどうやるの。私は帰るんだ。完成。あとあれ、あれあれ、銀紙、銀紙、銀紙は銀紙だ、どこだ。銀紙、これ目の前にあるか、お前。じゃあ行くか、食べるか。タマさんだ。よし、いいですね。これね、名古屋のビッグ級グルメ、食べますか。ね、いただきます。いただきます。これでもさ、食いにくいな、これ。どうやって食うの、これ。行くぜ。そう、まあ、へんべい、へんべい。ソースください。ん、追加、追加。でもね、でもね、俺のうまい。何うまい、何うまい。どう、牡蠣が、牡蠣は結構気持ち悪いんだって。ほんとかよ。めっちゃゴージャスだな。マジなんだって、これ。みんなさ、嘘だと思うから。ほんと、ほんとに、うまい、うまい。うまいよね。うまい。これ好きだわ。安定の、ほんとに合うよ、キムチ。マジでガチですよ。ガチ合う。合うだろう。
うん、うん、俺は嫌い嫌いってそういうことあるの？俺いや、ソースがいい、うん、ネギどう？ネギ、うん、ネギ合うよ、やっぱソースだよ、うん、俺のやつやっぱりさ、まあ、普通にソースだと思う、なんか複雑な味になっちゃってさ自分が悪いっしょ複雑すぎて説明できんだって、うん、これあえて言うなら真似してもらわんとちょっと無理だな、俺のやつはどう？うまい？うまい、でもな、うん、俺の頃でもうまいです、せんべいのが普通に食うより、うん、そんなことある？これね、うん、チーズは絶対やるとか、ありた方がいい、チーズは絶対、チーズとネギは絶対やるな、だって溶けんと思ったもん、じゃあ本当にね、俺のはね、うん、めちゃめちゃいい感じになってるよ、うん、これキムチが合わんと思うなら、これ醤油も入れたじゃん、うん、醤油とキムチと、うん、まあ、全部入れた、全部入れたじゃん、うん、ミックスで、うまい、うん、ちょっと濃くてもマジでうめえ、ちょこちょこちょっとこう、じゃあ本当の話、マスオミヤだろ、めっちゃうめえぞ、こうチーズ出ただろ、ここここだチーズ出た、溶けてねえじゃん、溶けとるんだって半熟だって、待って待って待って、マスターチーズの話、嘘嘘言った嘘、今日めっちゃうまいよ、マスクはないと思う、うまいよ、味が複雑、うん、複雑でもうまいだろ、でもうまいだろ俺の、じゃあもうなんか牡蠣の味はするわ、キムチの味はするわ。チーズ来るわ、うまいだろ、いや複雑、うん、うまいな、うん、たまさん最高、うん、みんなでやるでいいよな、うん、いつでな、ワイワイしてな、うん、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、お疲れ様です、ね、B 級グルメ、名古屋のね、うん、愛知か、愛知の B 級グルメだ、名古屋だな、知らんけど、とにかく、うん、そんな、そういうね、エビ線だった、たませんたませんをね、やってみました、エビ線ってそのままだよこの動画見てね、みんなやりたいよって人はね、兄貴のね、お店に行って、お玉線じゃね、エビ線とタコ線とカニ線、カニ線があるんだよ、3種類あるんだよ、はい、レパートリー全部買ってね、試してみてください、よろしくお願いします、はい、ということでね、また今度やろうかやるやる、はい、ということでね、バイバーイ、バイバーイ。